ベルファストは、イギリス海軍のタウン休憩巡洋艦。艦名は北アイルランドの主婦ベルファストにちなむ。退役後の1971年に陳列艦として、大英帝国戦争博物館文館となり、テムズ川南端のプールオブロンドンで展示されている。タウン休憩巡洋艦は、ワシントン海軍軍縮条役によって、排水量が1万トン未満に制限された。 本来の設計では4連装6インチ砲塔を装備する予定であったが、建造上の問題により、同級初期の間には改良型3連装砲塔が装備された。この砲塔は設計案よりも軽量であったため、節約できた重量は、船体装甲及び、対空兵装に回された。ベリファストは1936年12月10日に、ハーランドウルフ造船所で寄港する。 1938年の聖パトリックの祝日にアンチェンバレンによって浸水した。建造費の総額は214万1514ポンドに上り、そのうち7万5000ポンドが、下方に6万6500ポンドが搭載機に費やされた。1939年8月に、艦長 G.A. スコット大佐の指揮下収益し、第18巡洋艦船隊に配属された。 1942年12月25日、スカッパフローで本国艦隊の第10巡洋艦船隊に加わる。1943年2月から3月にかけて、ソ連へ向かう JW53 船団とソ連から戻る RA53 船団の護衛に従事した。続いて、紹介任務に従事し、その次は、機雷布設作戦に参加した。7月、 ハスキー作戦の要道として、ノルウェー沖で実行されたカメラ作戦に参加。8月から9月にかけてはソ連へ向かう駆逐艦の、ゴエやスバールバル諸島の調査、敵の封鎖突破戦の捜索に当たった。10月、アメリカの空母レンジャーによる、ノルウェー沿岸での船舶攻撃作戦、ついで12月26日、北、岬沖海戦にも参加。 1945年4月対空兵装を極東の日本の神風攻撃に対抗するために、下記完成を日本土砲八門更新で対応。1945年8月7日オーストラリアのシドニーにて、イギリスの太平洋艦隊の第二巡洋艦船隊の機関に就任。40mm ボホース対空砲にて近距離武装を補う。 ダウンホール作戦に参加すると予想されていたが、1945年8月15日の日本の降伏によって実現されず、1959年に砲撃用及び対空用レーダー搭載における重量型につき魚雷発射管を撤去しこれを調整。朝鮮戦争に参加した後、1963年8月24日に退役し、 1971年に陳列館として大英帝国戦争博物館文館となり、現在に至っている。ありがとうございます。